この CD は東京ビッグサイトで斉藤ひとりさんが講演されたものです。ご存知の方も多いと思いますが、斉藤ひとりさんは銀座マルカンの創設者で、納税金額12年間連続ベスト10という快挙をなされ、日本新記録を打ち立てた方です。また納税金額も発表を終えた平成16年までで合計173億円を納め、これも日本新記録です。その他に、心の楽しさと経済的豊かさを両立させるための著書を何冊も出版されている方です。では、ごゆっくりお聞きください。花江ちゃん、ここ来てチェックしてて。よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞こえますか？ありがとうございます。今日はいろんな話します。いろんな話をするというよりも、紙を渡されました。こんなに書いてあります。1時間半の予定です。私一人でやってると時々飛ばしたりしますから、ついててくれる人がいて、見てくれるようになっています。では始めます。よろしくお願いします。今日は不思議な話をします。イエーイ。この話が信じられない人は普通の人です。信じられなかったら、私は普通でよかった、とは思ってください。今の今まで私はこの話をしようかどうかすごく迷ってました。今でも迷ってます。それとですね、私東京生まれって言うんですけど、市と市が有名です。この前も非常に聞きづらいということで、会社までお電話いただきまして自分で想像して聞いてください。多分こちら市だなとか、市と私は有名だけじゃないんです。同じに聞こえるんです。それとですね、今ものすごく勢いでこのライターを当ててくれてるんですけど、非常に暑いですねもう少し落としてくれると助かります。消えました。ありがとうございます。楽になりました。今までごく本当に一部の人にしか言ったことないんですけど、今からちょっとだけ変な話します。で、これを信じてくれというのは私は無理だと思ってます。だから私はずっとこの話はしなかったんです。本当に小さい時の話です。これは私に起きたことだから、皆さんに信じてくれっていうのは無理だと思います。でも私にとってはこのことは事実なんです。私は小さい時に分からないことがあると、夜に光の玉が出てくるんです。で、その光の玉に包まれると答えが分かるんです。それでみんなに出てくるんだと思ってた。ある日聞いたら私だけだってことが分かってびっくりしたことがあるんですね。
で、みんながあの光の玉が出てこないと、一体全体どうやって物って教わるんだろう。そのうちに、この話は言わない方がいいんだ、ということに決定して、それからは、私が言ったことがないんです。その時に、いろんなことを教わりました。人って死ぬとどうなるのとか、いろんな自分がわからないこと、いろんなことを聞きました。で、それについては今日は、お話ししません。そのうちきっと話したくなると思うんだけど、私としてはその光の玉が出てきたっていう話をするだけで本当に勇気がいるんです。私今世はアキンドやってるんです。アキンドって不思議な話するとダメなんです。なんか不思議なこと言って物を売ってるように見えるからね。でもまあうちのスリムド神って不思議に思う人はいないと思うんだけど、なんか言ったらスッとしました。今日は普通がつらいよっていう話をします。今日の1時間半のお話のタイトルが普通がつらいよっていう話です。途中半分ぐらい聞いてても、この話は分かりません。最後の方になってきて、ああなるほど、そういうことか、普通は辛いよっていうのがあってのが分かっていただけると思います。では前半の分からないところから始めたいと思います。私はこの前伊勢神宮へ行ってきました。これもここで言うのは初めてなんですけど、私3ヶ月前にとんでもない体が悪くなっちゃったんです。で、今まで私いろんな病気したんです、小さい時から。で、お医者さんが死んじゃうと言っても私は絶対死なない、死ぬ気がしないんです。ところがこの前は本当に死ぬなと思ったんです。で、まあいいや、医者は二十歳までしか生きないって言ってたんだから、それはこんなに来たんだから、もういいかな。正直に私はそう思ったんです。そしたら、こっから先は不思議な話だからみんな信じなくていいよ。これを信じるってのは本当に無理だと思うんだけど、アマテラス大御神様が出てきて、伊勢神宮にいらっしゃい。伊勢神宮に来たら治してあげるか。でも起きられる状態じゃないの。それで呼ばれたからってんで両脇抱えられながら行ったの。で、伊勢神宮の前で本当に階段も上がれないような状態で私は支えながら行って階段上がって、そしたら、ある言葉が降りた。私にその言葉がはっきり聞こえた。で、その言葉は教えられないんですけれど、それで、ともかく私はその言葉が降りたんです。そしたら、その場で激痛が半分ぐらいでした。それで、今月いっぱいで治してくれる。それから毎日薄紙剥ぐように楽になって、あの状態から見たら考えられないぐらいなんだけど、それで、私なりに決心したね。私が決心したことだから、ここの中にはね、そんな話聞きに来たんじゃなくてね、いろんな宗教入ってる人いると思うし、何やってもいいな。私の来たことを言ってるだけだからね。信じられない人は普通ですからね。その時に私は、助けてもらったんだから、残りは
日本の神様の話しよう。こっから残りの人生ね、日本の神様の話しよう。ただうまく伝えないとね、ひとりさんが言ったから余計信じられなくなっちゃうって言われたからいけないからね、助けてもらって迷惑かけられないから、まあそんなことで、そして私が伊勢神宮行って帰ってきたら、私が伊勢神宮にいるって知っててね、いろんな人来てくれたの。でその人たちに待合室で私が話をしました。そしたら私の知り合いじゃない人まで一生懸命聞いてました。きっと私の説明の人だと思ったんだと思います。その時を思い出してもう一回話します。ここが伊勢神宮だと思って聞いてください。よろしくお願いします。そこで私が言ったのは、私たちって日本人だよね、日本って日本の神様があるんだよ、日本の神様って素晴らしいんだよ。もちろんよその国の神様も素晴らしいんだよ。でも日本の神様って特徴があるんだよ。日本の神様って宗教戦争したことないんです。インドからお釈迦様ね、仏教が入ってきました。中国から儒教が入ってきました。ずっとヨーロッパを経てキリスト教が入ってきました。でも何にも入ってこない時は日本には日本の神様がいたんです。と大概はよそからいろんな神様が入ってくると、そこで一悶着どころかもう百悶着ぐらい起きてずっとね、殺し合いをするんです。ところが日本の神様はそれをしなかった。すごくおおらかな神様だ。でなんで日本の神様はよその神様と喧嘩しないんですかっていうと、日本の神様は矢をよろずの神です。矢をよろずってことは800万ってことだ。800万の神様。いいですか、国民の人口はその頃100万人いるかいないかなんです。100万人に対して800万の神様。一人8人ですって言ってたね。そしたら、そこにインドからお釈迦様ってのが来ましたよって言ったとき、日本の人たちが今でも800万いるんだから、まああと一人ぐらい増えてもいいんじゃないかと、こういう気持ちで受け入れたんです。でよくよく話聞いてみると、やっぱりね、インドの方からわざわざ伝わってくるような話だから、聞いてみればいい話なんです。そうすると、あ、じゃあこの部分をお任せしようって言うんで、今お葬式をお任せしたりね、いろいろやってるんですよ。そうなんですよ。もうキリストさんが入ってきた時もいいじゃないか、もう一人ぐらい増えたから、で私たちはクリスチャンじゃないけど、クリスマスやったりね、バレンタインやったりするじゃない。で適当にやってるんです。ですごくいい加減な神様なのかなっていうと、そういう神様でもないんです。日本の神様ってね、あとね、ちょっと面白いことあるんだけど、皆さんの周りにもね、神社っていっぱいあると思うのね。で神社には祀ってる神様がある。御祭神って言うんだよね。でその御祭神を、例えば今三社祭りとかありますよね。命がけでみこし担いでる人に、ところで御祭神はって聞くと知らないんですよ。でこの前山形に
ってものすごい古い神社があってね、その神社で岡村を踊ってる村の人たちに、ここの神社のご祭神がどなたですかって聞いたら、答えが素晴らしいの。ご祭神の中に出るんだって。面白いでしょ。ね、何百年かお守りして、なおかつよ、岡倉まで踊ってて、ここの神様誰ですかって知らない。キリスト教の人にね、そちらの神様はって言ってさ、キリストですとかね、マリア様ですとか、まず知らない人いませんよね。日本の場合は知らないんですよ。それで教えがあったら教えがないんです。わかりますか。普通は、ね、キリスト教だったらね、バイブルとかね、コーランとかね、宗教によってね、仏教だったらちゃんと経典とかあるでしょ。日本はないんですよ。教えがないんです。で、神様の名前が分かんなくて教えがないんです。すごいでしょ。ねえ、だから誰々のために命捧げてったって、捧げる人の名前が分かんないからね。ちょっと捧げるのは難しいでしょうになるなって。いい神様ですね。それでね、教えって何ですかっていうと、日本の神様って大概は神社に行くと鏡が、でその鏡を覗くと、こう覗くと神様が見えることになってる。で、私も何回かやったんだけど、大概自分の顔しか見えないんだよね。鏡というのは真ん中に画が、画っていうのは我で、我をちょっと取り除くの、ね、我を取り除いて画を抜かすと、私の後ろには親がいる。で、親の向こうにはまた親がいる。で、その親を親を親を親ってずっとたどっていくと、アマテラス大御神に行き着くことになる。で、その後ろへ行くと、イザナギさんっていうのとイザナミさんっていうのに行き着くことになる。それが日本の先祖なんだよ。日本人の先祖なんだよ。実は私はですね、幼稚園の時はキリスト教の幼稚園だったんです。それで、ひとりさんね、あなたの先祖はアダムとイブなんだよ。何回も言われたんですけど、私が金髪の人を見て、どうも違うんじゃないか。体の形も何か足の長さも違うんで、この人は私の先祖じゃないような気がしたんですね。で、もちろんアダムとイブを見てこの人が先祖だと思った人はいいんです。最後は自分を頼るしかない。だから、私は、アマテラスお御神さんでいいかなって思った方なんです。ただそれだけなんですよ。みんなね、鏡見た時自分が映った、結局自分のために一番頑張ってくれるって自分しかいないんだよ。みんなね、自分が神様なんだよ。後ろ後ろって見てって、先祖を大切にしようね。日本の教えって先祖を大切にしようねっていうだけなんです。それから神様に感謝しようね。なんで先祖を大切にするんですか？おばあちゃんとお母さんが違う、お母さんと娘が違うっていうのは、人間の細胞ってこうやって分裂するとき、
最上角まで分裂してもっと2つになるんです。もしこのまんま2つになってたら人間っていうのはクローンになっちゃうんです。同じ人間になっちゃうんです。それがなんで違うんですかって言った時、おばあちゃんとお母さんと違うのは、おばあちゃんが死んだおばあちゃんと違う経験をしたんです。だから子供が経験を通じて違う経験をするの。だからお母さんと子供が違うのは違う経験をしてる。で、経験が違うから持ってる中身が違うんでしょ。だから人っていろんな経験をしながら生きてる。だから先祖に感謝しようねって何ですかって言うと、私たちが今生きてられるのはいろんな免疫があるから、でいろんな病気が流行った時にその病気で死なないでなんとか免疫を作っちゃった人がいる。その人たちの全ての恩がある。それで私たちは生きてられる。ね、この前本読んでたら、奈良の春日大社の神主さんが、いい本家とのその人が、その人の本読んでたらね、太陽があって地球がある。で、みんな太陽が明るいから地球が明るいって言ってたよね。で、太陽が暖かいから地球が暖かいと思ってますよね。でもそうじゃないんだよ。太陽と地球の間って暗いんだよ。そうなんだよ。だって宇宙船なんかでよく宇宙船とかを撮ったら映像が撮ってると、いつも夜でしょ。考えたことある？もし地球、太陽が明るくて地球が、例えば太陽が暖かくて地球が暖かいんだとしたら、日本で一番暖かいのは富士山の上だよね。日本で一番暖かいのは島原の上だよね、先端だよね。だけどいつもあそこに雪かかってるでしょ。わかるかい？地球で一番近い。そうそう、地球で一番、ね、太陽に近いのは島原だよね。そう、シマアライが一番暑くて、もうハワイより、アフリカより暑くなきゃいけないんですね。ココナッツの国ですよ、そう。だけど、いつも雪降ってるよね。ってことはね、地球には空気がその空気に太陽から来た物質が反射する。だから、パーッと明るくなって暖かくなったら、当然空気が薄いとこは寒くなっちゃう。っていうことだよね。だから地球に空気があるから太陽の光を恵みを受けられるんだよね。それで人生うまくいかない人っていうのは感謝がない。あの天照大神って何ですかって言ったら、簡単に言えば太陽なんだよね。あまねく照らしてるっていうことだから、だからとりあえずあまねく天照さんの光が来てるんだよね。それいいですよ。キリストさんでも誰でもいいですから、私は別に、人と争うこと嫌いだからね、いいです。いろんな光が来てます。でも受けられる人と受けられない人がいる。キリストは愛の塊だ。アマレテラスさんとは感謝の塊だ。だから感謝のない人っていうのは何をやってもうまくいかない。だから感謝しよう。だ先祖に感謝するとか、神様に感謝するとか、みんな感謝しな。感謝することないんです。あ、この人はいいこと起きたら感謝しようと思ってる。感謝っていうのは目があって幸せとか、ね、鼻があって幸せとか、今あるものに感謝する。手があって幸せとかね、何でもいいの。本当にこの前私足の裏の皮むいちゃったことあるんだけど、あの足の裏の皮がないだけですごい大変なの。
気がつかなかったですね。あの皮だけがないだけで歩きづらいし痛いしね。だから感謝って今あるものにするんだよっていうことなのね。で感謝する、で感謝すると本当に自分の人生ってね光り輝いてくる。不幸な人ははっきり言うけど感謝が足りない。あのね、このクーラーかかってるけどね、クーラーなんていうのはね、徳川家康が入ったことないんですよ。真の始皇帝も入ったことない。ジンギスカンだって書いてあるから焼肉だって熱いところだって食べてね。で今はね、いろんなものが家にあるのに今ぐらい感謝しない時代って少ないよね。ね、昔に比べたら将軍様以上の生活しててもずっと不平不満を言ってて、まだこれがない、これがない、ないものばっかり数えるの。でそれがその、私たちが先祖がいろんな苦労しながらずっと免疫やなんか作りながらね、私たちにバトンをくれたの。そのバトンを私たち受け取った今最終ランナーとして走ってるんだよね。このバトンを次の世代に渡さなきゃいけないんです、ね、だから感謝しないとダメなの。ちょっと前まで日本ってね、あのこの前のおしんって物語やったけど、おしんだけが苦労したんじゃないよ。おしんだけだって名前が違うだけで、ね、昔のおしんみたいなのがいっぱいあったんだから、だからみんなでこの命のバトンに感謝しながら渡すのね、今忘れたんでまた神が待ってました。矢を寄せの神800万っていうのは800万って言うんだよ。8っていうのはそっから多いっていうんだよ。わかるか。8っていうのは水晶狩りだから矢を寄せっていうのは800キリってことじゃないよ。うんと多いのを8って、わかる。だから血液型が占い記録でしょ。で八卦って8でしょ。8で始まるものは無限に広がるの。だから8というものはもうプロの領域だ。わかる、ね。でこの8ね、800万の神がいるっていうのはどういうことですか。例えば日本の場合、神様っていうのは御事っていうの、わかる。命ってか、なんとかの御事っていうの、わかりますか。ってことは私たちは神様から、神様神様ってやっぱり言って申し訳ないんだけど、信じてない人は全然信じなくていいですからね、信じてる人だけが聞けてくれるんです。私たちは神様から命をもらってる。これ分け御霊って言うの。世界中の学者が集まっても生きてるものはタンポポの葉っぱ一枚できないんだよ。世界中の学者が集まって人間がやったことっていうのは、地球を何回ぶっ壊せるかって原爆も作った、水爆も作った。この前あの計算した人がいて、今ある原爆を一斉に爆発させると一人の上に漏れなく50メガトンずつ爆発する。一人の上に散らばらすとね、長崎の原爆の50倍、これが漏れなく皆さんの上に爆発するんだっていうことを計算してた人がいるのね。だから我々はものすごいだから発達したようなことを言ってるけど、結局は生きてるものって何もできないんだよ。オタマジャクシなんてメダカだって作れないんだよ。私たちは命というのをもらってるの。で、これが命って書いて、御事なの。だから私は御事ですよ。皆さんも御事なの。だから、周り見たら木とか鳥とか虫とかいっぱいいるでしょ。あれ全部命なの。だから全部御事なの。おにぎりあるでしょ。あのご飯粒一個一個生きてるんだよ。命が入ってるんだよ、ご飯って。おにぎりなんか御事の塊だよ。
中にタラコなんか入ってたらすごいだろ。ものすごい見事になっちゃうんだね。おにぎり食べるじゃない。私たちってね、生きてるものしか食べれない。生きてるって、生きてたものって言うんだよ。だから、この中でね、私だけは家帰ったらテーブル食べてますとか、茶碗食べてるとか、言う人いないと思うんだよね。だから私たちは命もらって食べてる。そしたら食べるとどうなりますかって言うと、この命は、おにぎりさんがこっちの細胞なの。で、私として生きる。だから命いただいてるのに、不平不満とか言っちゃいけないの。愚痴泣き言とかって言わないで、感謝して食べてね、食べようねっていう、話です。人生って鈴があります。で、あれ、マイペです。チリ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 ってこうやってやるでしょ。で、本当はお財布に入れてチリチリチリ。それで2回頭下げて、拍手2回。で、もう1回頭下げるっていうのは正式ですけどね。日本の神様もうるさいこと言いません。間違ってても全然平気です。800万ぐらい入れて細かいことは絶対言わないですからね。で、神道は考え方が1個だけあるんです。いいですか。面白くて楽しくて涼やか。いいですか。あと100回しか言いませんよ。面白くて楽しくて涼やか。で、面白くて楽しくて涼やかに生きてると、それだけで自分がもう魔除けになっちゃうんです。だから、ひとりさん、方位とか方角とか気にしますか？気にしないよ。私がいるとこはいいところです。だから、ありがとうございます。参拝ありがとうございます。だからみんなもね、面白くて楽しくて涼やか。ね、面白くて何ですか？尻尾が白いんじゃないよ。分かってなくて、思ってるのは面ですよ。面にしろか。だからといって、白塗りにしろとかって言ってないですよ。面白くっていうのはね、暗い顔の反対。暗い顔してないで明るい顔してな。ね。それから、楽しくっていうのは、手が伸びる。自由ってことなの。だってあんまり自由じゃなかったら嫌でしょ。ね。手伸びしいって言うんだけど、中国なんかだと楽しいっていう字は踊り踊ってる字は。で、踊り踊ると楽しいよ。例えば、ここでダンスやってる人いるかどうかわかんないんだけど、ダンスやってる人の中で、例えばワルツ踊りながら旦那の文句ずっと言ってる人とか、タンゴ踊りながら泣き言ずっと言ってる人とか、そういう人はいないんです。だからね、ある程度自由にしようよ。ただね、楽しきゃいいんだからって、暴走族になって夜の夜中ブー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 やっていいんじゃないよ。面白くて楽しくて涼やか。だからみんなが、もし困った問題があったら、面白くて楽しくて涼やかに解決する方法は何だって考えるのね。そうすると、思いつかなくても解決しちゃう。だいたい確率的に半々ぐらい、思いつくときとつかないときと。でも、思いつかなくても見事に解決しちゃう。ね。面白くて楽しくて涼やか。これしかない。日本の神様ってね、すごい人出てこない。外国の神様だと海が割っちゃってるんだけど、そのすごいと全然出てこない、日本の神様。日本の神様は困ったことがあると、矢をよろずの神が全部集まる。それでいろんな意見を出し合って決めるんだけど、これがまた、失敗が多いんです。
一応古事記なんかよくずっと待ってる、そうするとまた集まるんです。そして知恵を出せる人は知恵出す、力のある人は力出す。でこれって何ですかと、今の民主主義と同じなんです。だから特別な人は出てこないんです。だけど集まって今みたくいろんなことを決めていこうね。だからもともと大和の国っていうのはみんなで力を合わせて輪になって生きていこうっていう国なんです、ね、日本って感謝の国だ、ヒマラヤエベレストを征服したって言葉があるでしょ。あれは大事な言う言葉なの。日本人は違うの。感謝して山に登らせていただいたの。だって一時エベレストが起こったら人間が吹き飛ばしてるんだよ。ちょうどいい天気で運よく上がれたで、やっとのことね、やっとのことを上がらせていただいたのに、一人ぐらい上がったからって征服したとかって言ってから、山が荒れるのかもわかんない。わかる？よく地鎮祭ってやるでしょ、家建てるとき。あれ、そこにもともといる神様がいるの。その人に、ここに建てさせていただきますよってご挨拶してるわけなんですよ。で、ご挨拶して、よろしくお願いしますって言うと、悪い霊を守ってくれるってことで、鼻から悪いのがいるから、こうやってやってんじゃないんだよ。やってもやらなくてもいいんだけど、意味合いはそうなんです。昔は富士山でもいろんな山を登るときも登らせていただいてるって感謝だったね。あとね、神社行ったらお願い事しちゃダメなんだよ。覚えておいてね。神社ってお願い事するとこじゃないの。よくうちの息子が大学受かりますようにお願いしますって言っても、ご先祖様だからね、ご先祖様大学行ってないかもわかんないですよ。今さらそんなこと頼まれたらできないの。そうじゃなくて、行った時息子も大学行く年まで無事に生きてきました、ありがとうございます、何でもいいので、感謝すると、日本は言霊の国だから、感謝すると感謝をもう一回したくなるようなことが必ず起きる。そうするとまた感謝する。だから感謝してる人ってずーっといいことが起きる。ところが、ああしてください、こうしてくださいっていうのは、ある意味不平不満を言いに行ってる。で、愚痴とか嘆き事を不平不満を言うと、また言いたくなることが起きる。だから不幸の人はエンドレスで不幸。もう嫌なことは全部起きる。でそういうの迷せっていうの。迷せみたい人っているの。愚痴とか泣き言とか願い事とかそんなことばっかしてるの。で感謝じゃない。感謝から始まらない人っていうの。だそういう人っていうのは、こっちの方向行こうが、こっちの方向行こうが、あんたがいるとこがダメなの。あんたが迷せなの。だから匂いの元みたいなことで、あんたがいるところに問題があるんだよって、いうことです。じゃあどうしたら面白くて楽しくて涼やかに生きれるか。その話を今からします。私ね、この前テレビ見てた。僕はあんまりテレビ見ないんです。でテレビ見てたら、K-1 らしきものをやってたんです。K-1 かどうかわからない。途中で見ましたから。なんか今いろんなものがありますから。でそれをこうやって見てたら、なんかね、こう5分か10分で終わるのね。だから総集編なのかなんかわかんないんだけど、それを見てたの。で旅先で浜井さんもいたから、それをずっと見てて、私人気見ながらじーっとこうやって顔見ながら、こっちの人が勝つよ、それで何対何で勝つよとか、それからノックアウトはノックアウトだよっていうのね。で何対何だよって当てたら、
全員色だったの。それ何点差まで上げたからね。そしたら花江さんはびっくりしてたからね。で、私がやるわけは分かんないと思うだろう。本当はやる前に決まってんだよ。いや、一気にしてるつもりないんだよ。で、コツを教えるからね。始まったらじーっと両方の顔を見る。で、負ける方が必ず悲しそうな顔する。一瞬ね、ふっと悲しそうな顔する。で、その悲しそうな顔で何点差ってつけると、当たる。ふっと自信がなくなる。だからよく就職試験でもね、何でもこう、なんか自分を怒っちゃうって人ってね、きっと試験官の前でね、ふっと悲しそうな顔する。あれが負けちゃう原因ですね。それで、面白くて楽しくて、その涼やかっていう考え方なんですけど、これのコツを教えます。じゃあね、涼やかに行きなさいって言って、何が涼やかですかって分かんなくなっちゃうでしょ。例え話なんですけど、私は実はカスタネットの天才かもわからないんです。いや、根拠がなくて言ってんじゃないんです。実のことを言うと、私、小学校の時にカスタネットを全員でやらされた時、才能のない人から他に辞めさせられて、トライアルとか他の楽器になっちゃうんだけど、私だけ最後まで実はカスタネットだったんですよ。だから、これはもしかしたら自分はカスタネットのすごい才能があって、先生が見抜いてたんじゃないかな。で、そんなことを私、考えてたんですね。中学校の時、私は方程式やらされたんですけど、やる気が起きないんです。で、やる気もないし、わからないんです。で、先生は、斉藤君は方程式ができないと思ったんです。ところが斉藤君は、一目見たとき、これはいらない。そうしたら、社会に出てから一回も使わないんです。で、私の方が、結局正しかった。英語もそうです。私英語見たときね、これいらないと思ってます。先生はできないと思う。私はいらないと思ってます。そしたらなんと社会へ出ても外国との取引は一切ありません。外人の彼女もできません。人間っていうのはパッと見るとこれがいるかいらないかわかるんです。で、いらないものを受け付けないという才能があるんです。わかりますか？ね。で、そういういろんな才能を私は持ってました。教習所行った時もね、なんか卒検みたいなのあるとね、私よく落ちました。いまだに私S 型の次にすぐクランクになって、でいきなり踏み切りが出てくると、私今まで見たことない。あんなことあったかな。自分は何回か怒ったけど、同級生でも一回で受かる子がいっぱいいました。そういう子は必ず、お前何回で受かったとか聞きます。あわよくば自慢しようとしてます。嫌な性格ですね。私はそういうことしません。自分が怒った場ですからね。社会で出るとね、やっと受け取った人って大事にしてるんです。免許を大事にして、人のことバカにしなかったらいいに決まってるの。みんながね、ふっと悲しい顔するっていうのは、
小さい時に何かで自信を失ったんだよね。だけど、みんなが自信を失ったことをよく思い出して、自信を失ったこと、できなかったこと、そのできなかったことって、社会に出てから一回も使わないことだよ。だからみんな、意味もしないものをできなかっただけなの。ね？で、なんでいらないことをやらなくて、自信を失わなきゃいけないの？そうだよね。学校時代自分がいじめられてって自信失うけど、いじめてるやつよりよっぽどマシだよ。ね？いじめるやつの方が悪いんだよ。悪いやつの方が自信持ってるんだよ。そんなのおかしいんだよ。私は駆け足も遅かったけど、いまだに人のことを追っかけたこともなきゃって駆け足で言われたけど、何にもそんなの関係ないよ。ね？みんなね、涼やかに生きるっていうのは、いらないものをやらなかっただけで何か悪いですか？いることがあれば、みんなできるようになるんだよ。みんなできる分だけで生きてるんだよ。それなのに、いちいちあの人はあれが生きて、駆け足は遅くせって関係ないよ。ね、俺は漁師で熊でも追っかけてるんだけど、だから漁師でもない、駆け足が遅いから何ですか。それをちっちゃい時からね、僕だけカスタネットで泣き言言ったってしょうがないんだよ。カスタネットが一歩出世してトライアングルになったからって、30過ぎてトライアングル叩いてるからって何だよ。何ですかそれは。バカバカしいことやめな。もっと幸せに考えようよ。そうやって言っても不幸な人はでもね、でも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 こうなのよって、あんた全力を挙げて不幸になってる。全力を挙げてる。モテる力を全部使ってるよ、ね、モテる力全部使って不幸になってんだよ。ね、そのことをやめな。もっと自分のために自分の心を使おうよ。私今みんなにこうやって向かって話してるんだけど、私小学校の時あんまり先生の言うことを聞かないから、先生の隣でずっと授業をしてたんですよね。だから常に皆さんの方を向いて過ごしてきた。だから、ちゃんと神様は将来のことを知ってるから、そんな話をさせてくれたらいいな。涼やかに生きるっていうのは、自分が自分のことを語って楽しくて、人が聞いて楽しきゃ涼やかなんだよね。あれができない、これができないじゃない。あれもいらない、これもいらない。たったこれだけで生きれるんだ。ね。うちの母はね、私があんまり勉強しない学校行かなかったら、うちの母はね、お前は学校向きじゃないから社会出たら出世するよ。ね。世の中何にも向かない人なんかいないんだよ。だから、学校向きじゃないお前は、必ず出世するよってうちの母で、ね、育ててくれた。本当に嬉しいです。では今から心の大柱って話をします。諏訪大社、長野の諏訪大社でこんなでかい材木をこう山から落とすのを知ってるかな。それ人間が買って起こったりね、なんかするんだけど、知らなくても結構です。知らなくても話は続きます。
雨って、ね、雨が降ってるんじゃないよ、天国の雨っていうのね、雨の御柱っていうんだけど、まあ早い話が柱立てる。で、柱立てるとそこに神様が降りてきますよっていう話なのね。別に信じても信じなくても構いません、一応そうなっております。ところでみんなもね、心の中に御柱立てようよ。みんなが例えば自分は下がらないです、つまんない仕事だな、時給いくらだって言ってるけど、実は触って、あんたらペラッと流しと、石鹸なんかちょっとついてても分かんないんです。ただ、自分の子供に食べさせるならもうちょっときれいにするよね。自分が食べるんだったらもうちょっときれいにするよね。あなたも知ってるし、天も知ってるんだよね。あなたがちょっとしか知らなかったことをね。人間ってね、自分のやってる仕事に使命感っていうのか、きれいなお皿で食事してほしいんだ、国際なんかもその方が働きがいがあるし、お客さんも喜んでくれるんだ、自分が車のスプリング作ってんだ、油だらけで嫌になっちゃうなっていうけど、一応車のマネがないと車ってね、振動と壊れちゃうんです。お尻もダメになっちゃう。そうすると自分が車守ってるし、お客さんの命守ってるんだ、車を運転してる人の命守ってるんだって使命感を持つと、なぜかいいことばっかし起きるんです。で、私いいことがないんだって言うけど、アンテナも立てないで、うちのテレビ映り悪いんですって言っても、当たり前だよね。特にこの日本って国はしっかりとした御柱立てないと、仕事に使命感も持たずにやってたらうまくいかないよ。もしかするとアメリカでもそうかもわかりません。だから自分がしっかりとしたね、心の中の御柱立てようよ。私はこの仕事でこういうふうに使命感を持ってます、自分の使命感ぐらい言えるようになろう、ね、どんな仕事にも使命感ってあるんです。だから使命感のもとね、で心の御柱の話を終わります。次です。心の凝りの話をします、心っていうのはコロコロ変わるから心っていうんだよ。でこれもそうです。でも心は心、肩が凝るように凝っちゃうんです。で心って硬くなってちっちゃくなっちゃう、硬くてどんどんどんちっちゃくなっちゃう、でうんと固まっちゃうと死んじゃうんだ。だから自殺しちゃったりする人いるでしょ、ね、でこの心の凝りを取る方法が2つあります、覚えておいてくださいね。1つは人と話をする。で話をすると話す、だから掴んでたものを話すんです。昔は話ってね、いっぱい話してたの。だから、おしんの頃の貧しい時、自殺者が少なかったの。みんなで話してたの、井戸端で話したり。ところが今はね、テレビばっかし見てるから、テレビって、小論叩いて、なんだこれと、これが正しくて、これが正しくてって言うのね。それを見すぎちゃってから、話ができないの、今の人って。話をして、会話をしに来てるのに、じーっと聞いてて、さばこうとする。で、あなた聞きながら、それはそうじゃないよ、どうじゃないよ。これをやられると余計凝っちゃう。だから、あの人と話したくないっていう人がいると思うのね。そういう人をずっと見てて、話をしてんじゃないの。話をじっと聞きながら、
あなたはどこがいいとかここが悪いとかこの考えじゃダメだって言おうとしてるの。あなた裁判官ですか。ね、聞いてる人は被告ですか。だから話を予見しなくなっちゃう。だから凝って凝って凝り固まっちゃう。ね、今私一生懸命喋ってるのは、ここに来た人が握ったものを少しでもパッと話してほしい。それで心が柔らかくなって、人を受け入れられるようになって、矢をよろずの神はね、外国からインドからなんか来た人みんな受け入れた。よっぽど柔らかい気持ちだった。いいよ、ここでここにいなって、ね、迎え入れたんだよね。だそれと同じように、俺たちの心をふわっと柔らかくしたいの。だから、話をしたら、ここに来た人はお願いだからね、話をしてあげてほしい。で、目的は、この人の心の鍵を取ってあげたいんだ。それでもまた来るよ、よそ行ったら。でもまた、この人たち、ここに来てる人たちにまた会いたい。そしたら、話したら、ふわっと。緩む。あとね、相手のこと許すの。いや、いろんな嫌なことあってね、許すの。で、どうしても許せない人がいたら、許せない自分を許すの。あの人許せないけど、自分だけは許します。自分が大好きだから。これ言うと、自分が許せない人っているんですか？いるよ。ほとんどの人は自分が許せないんだよ。なんでかというと、いじめたやつだよ。いじめたやつは許せないよ。だけどもっと許せないのは、言い返すことができなかった。自分なんだよ。反撃することができないで泣き寝入りした自分が許せないんだよ。だから苦しんだよ。それで、誰かにこの気持ちを、分かってもらおうと思って話すると、話すんじゃなくてじっと裁こうとしてるやつ、素敵ですね。ここの人だけなんていうことよ、ね、話を聞いてやろう、懲りを取ってあげよう、そして白い心で生きられるようにしてあげようって、そういうふうに思ってください。勇気を出して一回だけ、自分を許しますって言ってみてくださいね。そしたら人生本当に変わります。そして、いじめてたやつがいけないの。駆け足が遅いからって笑ったやつがいけない。俺たちは漁師でもないのに、なんで笑われなきゃなんないんだよ。駆け足が遅いぐらいで。なんで一回も使わない方程式ができないぐらいで、ね、ずっと一生嫌な思いして生きなきゃなんないの。英語ができないからって何、ここ日本だよ。では、いよいよ。いよいよ普通だったらいいよ。長かったでしょ、お前の時間。普通だったらいいよって話します、登場人物が3人います。お母さん、お姉さん、妹、3人います。弟でもいいですよ。お兄さんでもいいです。登場人物は3人です。お母さん、病気です。本当に、なんか、ひどい患者さんだったらしいです。苦労しました。病気になっちゃいました。お姉さんと妹は一生懸命、お母さんの面倒を見てます。月のうち半分ずつ、週のうち半分ずつ、彼らも働いて、面倒見てます。ただ、お姉さんの方はあんまりお母さんの面倒見たくないです。
何でもそうです。妹の方にしわ寄せが来ます。妹の方に辛くあがります。妹さんはおとなしいです。その人に私が言いました。お姉さんにね、お姉さん感謝してるよって言ってごらん。そうしたら、お姉さんはブスッとしました。で、次の日、怒った顔で、私もあんたに感謝してるよって言いました。それで、何か変わるんですかっていうと、何も変わりません。人生で、今から衝撃的なこと言いますからね、今から言うことは信じられなくて当然です。でもどっかで覚えておいてください。この世の中で最高の修行は実は夫婦だって私はよく言うんです。人生で一番相性の悪い人が出会うと結婚しちゃうんです。でもっと実は修行があるんです。それは親兄弟なんです。親戚とか、これが一筋縄でいかないんです。なぜかそうなんです。でもし自分の親はいい親だとかいい兄弟だっていう人がいたら、すごく大切にしてください。よく親なのにどうして分かってくれないのっていう人がいるんです。親だから分からない。なんで親子で子供なのに分かんないのって言うと、子供だから分からないんです。一筋縄じゃいかないんです。でそれを親子だから分かり合えると思ってる人がいるんです。そうじゃないんです。親子だから分かり合えないんです。だからもし素晴らしいとかよくいい親がいたら当たり前だって思っちゃダメだよ。一筋縄でいかないのが当たり前。いい親がいたら特別、もう宝くじ当たったくらい喜んだ方がいいよ。その妹にまたね、明日からお姉ちゃん感謝してるよっていいな。わかりました。言ったらどうなりますか。言い続けてごらん。全然変わらないから。なんかいいことあるんですか。あ、感謝の達人になれ。実は織田信長もほとんど身内と争ってたんです。終わりの国で。ずっと身内と争ってて、身内を平定したとき、戦の天才になってたんです。だからたちまち日本を平定しちゃったぐらい身内って手強いんです。だから感謝の達人になれるよ。ただそれだけなんです。普通は辛いよって話なんですけど、さっぱりわからないでしょ。それでこの話をすると分かります。あと何分ぐらい時間。あと35分ぐらい。あと35分、分かりました。あと35分です。昔ね、塩原の助けっていう人がいたんです。いいですか。塩原に助けっていう人がいました。馬をやってます。馬に荷物積んで運ぶ仕事です。塩原助けって言います。塩原ってのは地名です。昔一般庶民は名前がありません。名前って名字がありません。名前だけです。イタコのイタロっていうのは、恐れたのイタコではありません。茨城県のイタロではありません。地名が名字。OK ですか？で、名前がつきます。ね。それで、塩原に助けっていう人がいて、そしたら、お母さん死んじゃったのね。だからお父さんが新しいお母さんの会話、ママね、来たの。そしたらね、
助けちゃんをいじめるんです。で、助けちゃん一生懸命奉公するんです。親奉公するけどいじめられるのね。それでちっちゃい家なんだけど、お母さんの方は自分の子供にあげたい。助けちゃんにあげたくないの。昔は長男がね、家もらうからあげたくないの。で、浪人を雇ってね、切り殺しちゃうことになった。それでね、嫌われそうになっちゃった。で、殺されちゃったらね、もう大変でしょ。それでもう自分はここにいたら親に殺されちゃうから。だから、自分は江戸に出る。で、この青って馬が可愛がっててね。で、この青ちゃんと別れるんだけど、馬もね、可愛がってたらついてきちゃうの。で、涙ながらにね、その、お馬さんと別れて江戸へ出てきたんだけど、知り合いも何にもいないから、途方に暮れて、隅田川で飛び込んで、自殺しようということになったの。で、飛び込もうとしたら、そこに、隅屋の旦那が、助けてくれて、話聞いたら、あんまり可愛そうだから、じゃあお前、うちで働きなよ。でも、いい年だよね。で、いい年なんだけど、でっちから始める。ね、塩原助けだからね、タードを打つの。昔は自分の名前を一文字取って、どうなつくの。花江ちゃんならハードだよね。後でみんな自分の名前でやってみて、何を持ってるのかもね。で、さっき太郎ちゃんが言った、じゃあ牛が働きに来たら牛丼ですね。まあそれはいいんですけど、まあタードっていう。ことになってね、彼女よく働くの。田舎の人たちもね、で、炭切ったりね、炭切ると、切りかすが出る、あれも出るのね。そうすると、もったいながりやるから、そのかす集めといて、お米練って、おかゆみたいに作って、それでぐるぐるぐるってこうやって丸めて、あの昔の人知ってても、たぶんってあったの知ってる？丸い炭の塊。今知らないね。昔はあったのね、タドンツン。それで、ね、タドンが作ったからタドンツンだよ。もうちょっと早く教えてほしかったんですよ。タドンがあったからね。それでね、そのタドンの灰だけ言っちゃあげるの。これ下に使ってくださいとか、どうせ捨てるんだから、これってプレゼントしてた。そしたら、なんとその人は、いい年して今度は独立してちっちゃいお店を自分で作ったんだけど、働き者だからたちまちね、江戸で一番の炭問屋になっちゃった。で、江戸一番の炭問屋になった時、そのタードンがやったことは、一番最初に自分を切り殺そうとした母親に家を建ててあげた。すごいでしょ？ね、ここですごいって言ってくれないと話が違う。すごいでしょ？ね、俺は一生懸命働いたんだけど、母親は俺のことを切り殺そうとしたんだよ。ね、あんな鬼みたいな親いないよってずっと言ってたら普通だよね。で、ずっと言ってる方も辛いけど、聞かされる方も辛いよね。でも、タマトンは、あの親が鬼みたいな顔して追い出してくれたから今の自分がいるんだって感謝に変えちゃったの。ね、それで、江戸一番の、ね、炭屋になったら家ぐらい建ててあげる、大したことじゃないよね。でもずっとずっと文句言ってる人いるよね。うちの親はどうだった、こうだったって。普通だよね。普通はつらいよね。ここに来てる人って普通より一歩でも上行きたいから、考え方がね、上行きたいから来てるんだよね。だって日本中遊び行くとこいっぱいあるよね。
でもわざわざここへ来たってことは、何かは生きたいんだよ。魂って一個上行ったら全部解決しちゃうんだよ。だから魂って上行こう、上行こうとしてるの。それなのにずっと普通のこと言ってるの。だから辛いんだよ。辛かったら自分は普通だなって思いな。ね、本当に普通は辛いから。話は次に移ります。よくね、うちの息子に嫁来ないのよ、うちの娘に嫁に行かないのよってしてるの。この前の人、お母さん75歳です。息子さんは50歳です。なんと20歳の時から30年息子にいつ嫁くんの、いつ嫁くんのずっと言ってるの。私は心配で死ねないよ。普通だよね。はっきり言います。来ないのは来ないです。向こうの世界にいるとき、今世俺は独身で行くとか決めてる人がいます。だからそういう人は結婚しません。それから娘に、お前いつ嫁行くのとかずっと言ってるお母さんいるけど、行くときは行きます。あなたが泣いて座っても行きます。そういうもんです。それより、いつ人って死んで別れちゃうかもわからない。ね、今世、今日一日なんで仲良く生きようとしないの？今日一日娘に、お母さんと仲良くしようね、息子に。ね、二人で仲良く生きようね、楽しく生きようね。もし嫁さんが来たら、またみんなで仲良くしようね。それを、来てない人にいつ来るの、いつ来るのってずっと言われ続ける。言い続けるあなたも辛いの。普通は辛いの。今の質問って結構多いんです。個人的になんか話して娘が嫁に行かないんですとか、そんなことばっかしが意外と多いです。あと、子供のことがあるんだけど、子育てで悩んでる人は、魔法の言葉があります。教えますからね。信じてるよって言うんです。あのね、心配だも信じてるも、時間が同じなんです。同じ労力なんです。お前のこと信じてるよ。これが出ていくんです。信じる。そうすると子供って失敗するんです。そしたら許す。で、また信じる。信じるよって言えばいいんです。失敗だっても信じられないってこと。だって信じてる人のこと心配するわけない。で、親にも信じられないで、心配だ心配だって育った子供が、やがて親に心配かける大人なのは当たり前なんだよ。あなたが言った通りになってるんだよね。この世は神も仏もないって言うけど、神も仏もあるからこうなってるんだからね。だからね、信じてるよっていう。あとね、子供がいじめにあってるんです。子供がいじめにあってるって分かったとき、どうしたらいいでしょうってお母さんには。素晴らしい解決方法を教えますからね。学校についてってください。ずっといてください。学校中敵に回ってもいいです。お母さんだけが味方なんだってことをはっきりさせてください。それだけでいいです。ずっとついてってあげてください。いじめで得られてるのに学校に行けとか言わないでください。それなら行かさないでください。いじめられると分かってるところに子供の身になってください。ね。そんな親にならないでください。先生に相談したんです。相談なんかいりません。先生に相談して解決するなら、いじめなんかないです。ついてってください。一週間もじーっとついてて、廊下からずっと見ててください。そしたらいじめの子をやめます。で、またやられたらまた言ってください。
子供に親の愛はこんなもんなんだよ、こんなすごいんだよ、子供を喧嘩に口出していいんですかって言うんです。言ってください。そしたら世界中が敵に回ってもうちのお母さんは味方なんだ、そのお母さんが信じてるよって言ったら、その子は絶対いい子になります。周りからいじめもなくなります。みんなが好きに来てください。生き投資の話でします。生き投資です。皆さん、ほぼ確実にいつか死にます。かなり硬い確実です。死ぬ時息を引き取りました。ただいまご臨終です。息を引き取るんですが、息を吸って死ぬんです。吸って死にます。で、私だけは吐いて死ぬとか、それはそれで、構いません。何にでも挑戦してるみたいな。一応は吸って死ぬことになってます。で、皆さんは生まれた時おぎゃーって言いました。これは吸わないで吐いてます。わかりますか？吸わないで吐いてます。だって水の中にいたから、ね、で、生まれるおぎゃーって鳴きます。このおぎゃーは前の生きてた時に吸った息です。だから吸ってないとおぎゃーだと言えないんだと、こういうのがそれを息通しと、息をずっと通してるよ。息子ってのは息の方でしょ。字は違うけど、娘って、息子もね、息子も息子も娘もね、息だってことなのね。息がつながってるんだよ。今はね、よく太鼓催眠だとかいろんなのあるでしょ。前世が分かったとかあるとかいろいろ言ってるけど、昔はそんなこと時間なんか待ててなかった。ね、一人して終わりだった。ただそれで終わり。歌うのやつもいなければそうですかって終わりなのね。だからみんな生き通しだよ。それで、じゃあ何回も生まれ変わるって何ですかって言った時、普通よりちょっと魂を向上させたい。例えばこういう話聞いて一個でも引っかかるものがあったら、カチッとスイッチ入れて考え方変える。生き方変えるって考え方変えるってことだよね。カチッとスイッチ上げる、まあ、切り替わって魂がふっと上に行った時、もう前の人と違うからね。起きてる現象が全部変わっちゃうよ。俺たちは生き投資なんだよ。それとね、よく私にこう拍手してパワーくださいとしているので、私も入ってやってるけどパワーいかないんです。で、一応ムードとして私ムードが増したからね、相手がやってるのにパワーやったってやります。でもパワーっていかないんだよ。パワーってのはね、これ握手しなくてもいいんだよ。みんなにもできることだからね。あのね、握手したときに私のパワーをもらってくださいって、そうファッとパワーが流れると同時に相手のパワーが上がってくると同時に、ひとりさんのパワーが相手に流れる。ただくださいくださいって言ったってダメなんだよ。多少出さなきゃダメだよ。山の稜線、朝日、夕日、朝日が出てきたと肉眼でかく見て眩しくないとき、あのときが一番パワーが強い。で、それをずっとこうやって見てね、綺麗だなっていう。で、自分のパワーをふっと上げると、あーっとパワーが出る。オーラの見える人だと一緒にオーラが出るってことが分かるんだ。花もそうだよ。花からパワーをもらう。それが300年中経ってきたらもらう。必ず綺麗だねっていう。
ひとりさんに言わなくていいからね、きれいな絵はね。花江さんに言うのはいいけど、私に言ってもダメだから。でもね、相手にね、ふっと自分のエネルギーを上げると、相手から、ああ、とか言ってくる。で、人生って、出したものが返ってくる。感謝出してる人は、感謝がしたいこといっぱい起きるよって。それから、心配性を持ちといて、心配しなくていいよと困ったこと起きないからって言うんだけど、心配性の人っています。で、心配やめられない人っています。で、心配はやめなくていいです。心配することは悪くないです、本当は。この前テレビ見てたら、なんか、奥さんがパチンコに狂っちゃって、サラ金からお金借りて、この闇金に手出して、で、旦那さんが、一回借金払ってくれたんだけど、また闇金に手出してる人が、テレビに出てたんですけど、少しは心配しろよと。心配しろよりも心配しろよって人いっぱいいます。お酒飲んで車乗って事故起こしたらどうするんだよ。誰か死んじゃったらそこの人に身内がいるんだろうって。少しは心配しろよって。心配しろは悪くないよ。ね。少しは心配しろよっていう人が多いです。以上です。私ね、いいことがあるときって分かるんです。で、今からいいことあるよ、外れたことないんです。で、どういう感じですかって言うと、嫌な気分がするんです。で、嫌な気分の後はいい気分って決まってるんです。ところが、不幸な人は嫌な気分だから嫌なことが起きるんじゃないですか。この前、今日上から首切られた夢見たんですけど、これどうなんでしょう、もう切られないのか、もう一回切られたんだから切られないのか。いいこと、いい気分、嫌な気分、いい気分、嫌な気分、変わり番号になってるの。で、嫌な気分になってきたから、あ、これはそろそろいい気分になると思って、いいこと起きるぞって思えばいい。それを嫌な気分があったからどうなんでしょう、こうなんでしょうってずっと掴んでると、いい気分の間まで嫌な気分になっちゃうんだよ。ところが嫌な気分が起きると同時に、これがいいことの前触れだって言ってると、嫌な気分じゃなくなっちゃうの。で、悟りを開くってこういうことなんだよ。悟りを開くってずっといい気分でいられるとかじゃないんだよ。心がコロコロ変わるものの性質を知ってるってことだ。で、その性質さえ知ってるのは怖くないよ。わかった？嫌な気分が起きたら次はいい気分に決まってるんだ。ね、嫌な気分だからどうのこうのって言っちゃダメだよ。嫌な気分の時は必ずいい気分。自分の天職の話ってこれも聞かれます。天職ってあるんですかって、ないです。早いでしょ。天職なんかないです。一生懸命やると天職になるんです。だから、この前も、私、会社辞めたいんです。あ、辞めた方がいいよ。で、次行くとこはあったら、まだ決まってません。じゃあ、あと3ヶ月だけいいな。で、あと3ヶ月、そこで一生懸命やるな。あんた、その職は嫌になってんだろうけど、きっと社長もあんたのこと嫌になってるから。3ヶ月一生懸命やって、惜しまれてやるな。人生で一番いけないのは、あいつ使って損した。あいつに会って損した。今日のこの講演会の人だろ、ここに聞きに来て損した。相手に損したと思われるのが一番人生で良くない。それだったら他の人に入って演じするとか、ね、残業頼まれたら余計やるとか、なんでもいいよ。必ず自分を使って得差しなって。で、得差してたらやめな。損かけたまま逃げるようにやめてっちゃダメだよ。
そしたら3ヶ月後にすごく会社で大事にしてくれるようになってすごくいい職場です。そういうことです。いよいよこれで最後になります。これは別にいいんだよね。頑張りました。他人事です。国褒めっていうのがあるんです。国褒めの神事、国褒めの神事ってのがあります、昔はね、どっか行くと私がどっか任命されてそこの国に行くと一番最初にやる仕事はそこの国がどんなに素晴らしいかって歌を作るんです。そういう、それが神事なんです。いいですか。不幸な人、北海道にいるのに北海道の悪口言ってる人、まったく雪が降ってやるなっちゃうとかね、沖縄行くと今度は雪が降らなくて嫌になっちゃうとか、いろいろ、要は自分の住んでるとこをけなす人がいるんです。日本にいるのに日本をけなす、東京にいるのに東京をけなす。私は江戸川区にいます。私新小岩が大好きです。褒めまくってます。もう毎日国褒めの儀式。自分の住んでるとこをけなしてる人でいいことは起きません。第一、そこに住んでる土地の神様から先祖まで全部嫌な気持ちします。自分のふるさとを自慢してる人に会って嫌な気はしないんです。なんかやっていいとこだよって言われたからってその人嫌な人間だと思わないと思うんです。群馬県っていいんですよ、一人一人見て、どんなとことか行きたいねとかと思うじゃないね。国褒めってのがで、国褒めをだん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 してると日本っていいよね、ドラっていいよね、人口やっていいよね、自分の住んでるとこっていいよね、自分のお店っていいよね、だん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 なってくるよね。で、自分のお店を怪我してる人ってダメだよ。この車だって自分のために一生懸命入ってこんな安物だとかポンコツだとかって言ってるけど、その車がなかったら困るんだよ。私いつも車なんか褒めてるから、私が乗っかってる時に止まったことって一回もないの。やっぱり褒められれば機嫌がいいの。ね、あのカミソリの刃のことで、よく切れて偉いねって言ってると3倍くらいですんだけど、試してみな。あのね、物ってね、心がないと言われてるけどね、物にも心があるんだよ。だから、国褒めっていうのをちゃんとやらないとダメだよ、ね。で、自分のお店がどんな引っ込んだところだろうが、バスへだろうが、自分のお店って褒めなきゃダメだよね。ね、で、国褒めの話なんですけど、これからが本当の神事です。で、今日また不思議なこと今から言いますからね、信じられない人は普通の人です。ただ普通は辛いですからね。神事って人生のことじゃないんです。最高の神事って一個教えるからね。最高の神事とはね、掃除なんです。お掃除なの、ね、それでお掃除をきちっとしないとダメなんです。で、神様って汚いのが大っ嫌いなの。汚いと嫌なの。だから物には限度があるからね。一日中掃除してるとかって話じゃないんだよ。そういうこと言ってんじゃないんだよ。神社でもあの、いい神社って必ずね、埃も何にもない、きれいにしてあるもんなの。あの、埃だらけのところに神様なんか絶対来ないからね。わかる？自分のとこを国褒めして、最後に自分のお店が最高だってなった時、掃除しないとダメなの。
で、これから非常にまか不思議なことを言います。何をやっても途中から失敗しちゃう人、邪魔が入る人、いいですか、なんかうまくいきかけたけどどうもうまくいかない人、自分のとこの玄関を想像してください。自分のとこの玄関を思い出して、いろんなものごちゃごちゃしてないですか。家族3人なのに靴は何個出てますか。靴10個出てませんか。下駄箱にしまってください。すっきりさせてください。できたら靴もね、その都度出す方がいいんだよ。でも家族3人で3つ出てるのはいいけど、ごちゃごちゃしてる家が、そうするとなぜかうまくいかないことが起きる。ね、あとね、床が汚い家っていうのは先祖の家具がない。だからこれもダメ。あと壁とかね、なんかうちのもの宣伝して悪いんだけど、うち大好きクリーナーさんがあってね、3500円で安いの、本当に綺麗になっちゃう。別に他のもの使ってもいいんだよ。もう一言言いたくなっちゃう。本当にね、綺麗にしたらって。でね、掃除しない人の特徴があるの。注意されるそろそろ内装しようと思ってるんです。掃除の話をしたいですよ、私。古くたっていいんだよ。神社なんか古くたって、神様いるの。掃除の話をしてるんだよ、私。ね、掃除して、本当に今っていいもん、テレビでもなんかいろんなのやってんじゃない、ひょっとして、壁を着て汚れがガーッと浮いてくるとか、こんな時代なんだから、やってみて。ね、あと天井だとか上見るとね、クモの巣があるような家があったりね、お店があったりするの。ね、ほこりが溜まってたり。中でも家に羊飼ってんですかっていうような家があるでしょ、ほこりが絡まってて。ね、モンゴルじゃないんだね。それをね、きれいにするとね、天の加護があるよ。だからね、先の見通しの効かない人、何言ってんの？そういう家へ行くと必ず窓が汚い。先の見通しができなくなった。それから情報が入ってくるんだ。だから、あ、ここの店ダメだよとか、この会社ダメっていうとこは、大体窓が汚い。ね、信じなくてもいいんですけど、あとね、流し場ね、ぐちゃぐちゃぐちゃ、茶碗が置いてあったり、なんかぐちゃ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 してる家っていうのは、胃腸が悪くします。喉から肛門にかけて、水が流れるとダメです。おかしな病気になったら、家の中切れたらいいか。いらないものはね、捨てる。使えるものはあげる。ね。よく水がちょこちょこちょこしてちゃダメだよ。家の中ぐちゃ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 してる家ってあるでしょ。家か物置かわかんないけど、ぐちゃぐちゃしてるとこあったんでしょ。ああいうところの人ってね、大体神経やられる人。うつ病です。ね。ノイローゼです、何です、風ですって家は、大概は家の中ぐちゃぐちゃしてる。ただ鳥のような顔してやっちゃったんで涼やかになるんですよ。ね、あとテーブルの上でね、仕事作れだとか、あれがぐちゃ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 してる人っているの、ね、ああいう人って企画が立てられない。ちゃんとした計画、すっきりした計画立ててもできない。本横にしてしちゃダメで、本は立てるんだよ。で、本立てるんだよって言ったら、本を逆さに立ててるとか言うけど、ちゃんと字が書いてあるから、ちゃんと立てるんだよって。前もね、トイレが汚いとお金が入ってこないって言うんだよね。それを教えたらトイレばっかり掃除してんだよね。他も掃除しな。ね、きれいにしなって。あとね、古い新都市。本、あれいっぱい食べてる人いるでしょ。あと、古
服とか着替えとかやたら積み上げてる人、だんだん体が重くなってくる。どうも最近体が重くてったら、家からずっと見てると使ってる新聞紙が山ほどあったりね、そういうことがあるからね。みんなで綺麗にしてね。綺麗が好きなんだよ。神様は綺麗が好き。人間だそうだよ。髪をべこってぐちゃぐちゃにしてるようにさ、綺麗にしな。で、心だってそうなの。恨み事、泣き事ずっと言ってるより、普通よりちょっと俺が好きなの。これで話は終わりなんですけど、最後におまけにもう一個だけします。これしてくれ。私は1日の夜7時、夜ですよ、夜の7時に1分間ひとりさんの波動入れっていう時間があるんです。で、毎月ですよ、1日です。で、夜だっつってんのに必ず帰りがけに夜でしたねって言ってるんですよ。夜で、夜7時です。7時に塩とかお水とか出しててもらって1分間手を出してると、そこに私が波動を入れるっていうのがあります。自然塩ですね、化学塩じゃなくて自然塩で、その塩、ほずり粉の多いとこね、とかちょっと蒸留したり家で盛り塩したりね、この前もね、ちょっと霜の病気やっちゃってる人とかね、おトイレに盛り塩しなって言ったら1ヶ月間溶けちゃう。で、1ヶ月経ったらさすがにね、浄化されたら、その石が溶けなくなったとか、いろいろありますから、要はお水とか、そのお水を料理に使っても何してもいいんです。お塩に波動を入れます。私も楽しくやってます。皆さんもやってください。タダですから。一応タダですからね。遠くてもね。そう、遠くてもね、何でもいいからね、入れますから。で、お水とか塩って波動が入りやすいんです。本当にね、お水ってね、若いものとかっていうとね、もうなんか分子がぐちゃぐちゃになっちゃうとかっていう、ね、それほどね、波動って受けやすいから、いい波動でね、結晶ね、お水の結晶が崩れるんですよね。だから1日に波動入れをしますよっていうことです。ここまで分かったかな？はい。はい、それでね、なんでこんなことをするんですか、ね、なんで一斉にもなさにそんなことしてるんですかって言うんですけど、私人相見だからずっと見ると分かるんだけど、こういう不思議な話が好きな人っていうのは何でも引っかかってかっちゃうそういう人がここにいっぱい見えるんです。ね、神様ってお金いらないで、神様にお金は絶対届かないんだよ。試しに1万円札上に投げてみな、必ず戻ってくるからそのまま天からペタペタ受け取っちゃったって一回もないんだよ。じゃあなんでお財布あげるんですかって言うと、一応屋根も壊れるしね、塀も壊れるから維持しなんだよね。神様に届けんじゃないんだよね。心の問題、感謝ってただでいくらでもできることってある。だからこういう心の問題ってただでやろうよって。ただまあよっぽどお金持ってたから私はいろんなことを使いたいんだったらそれは構わない、それは構わないけど、神ごとにお金っていらないんだよ。だから皆さんのお金だからどう使っても構いません。ただ神様ってあげるとあんたが使いなって返してくれます。そういう人だから私たちは神様が好きなんだよ ね。上から手が出てって受け取っちゃうような人だったらもしかしたらありじゃないかもわからないよね。だからそのことを分かってください。だからただでできて楽しんでね、やれることがいっぱいあると思います。なんか一人さんと毎月会えるようなそんなつもりでお1日帰ってやってます。
信じられないような話が今日は多かったです。でも私はなんかスッとしました。そして今日みんなの顔を見て、普通じゃないんだ、普通よりすごい人がこんなにいるんだ、今日は本当に幸せです。ありがとうございました。本当にありがとうございました。斉藤ひとりさんの講演はいかがでしたか。この CD を聞いて心が少しでも軽くなったという方がいらっしゃいましたら、ぜひお願いがあります。今この CD を大勢の方に聞いてもらおうという愛の宣言運動を行っています。この CD を10セット1000円というボランティア価格でお買い求めいただき、お友達に配っていただくという運動です。この CD をもらって本当に救われたという人が次々と CD を配って幸せの輪が広がっています。ぜひあなたも愛の宣言運動にご協力ください。ご協力してくださった優しく美しい心をお持ちのあなたに、きっと神様から素敵なプレゼントがあると思いますよ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-497285、 フリーダイヤル 0120-497285 です。もちろんこの CD はご自分でダビングして配っていただいても構いません。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。追伸です。斉藤ひとりさんからのお願いがあります。この CD は少なくとも9回は聞いてくださいとのことです。9回聞くと波動が変わり、世の中の景色が違って見えてくるそうですよ。さて、あなたにはどんな素敵な世界が見えるか楽しみですね。追伸の追伸です。すごく嬉しいお知らせがあります。ビッグサイトで斉藤ひとりさんの講演を聞かれたお母さんと中学生の息子さんの話です。ビッグサイトの帰りに、自分の歩いた道ぐらいはきれいにしたいと言ってゴミを拾いながら歩く息子さんの姿を見て、お母さんは涙が止まらなかったそうです。そんな優しい息子さんですが、実は学校でいじめに遭っていました。お母さんはひとりさんからいじめの話を聞いて、早速次の日学校について行ったそうです。すると次の日、先生といじめていた子どもたちとそのお母さんが家に謝りに来ました。お母さんはその時ひとりさんから聞いたいじめの話をみんなにしたそうです。その話を聞いて、いじめてた子どもたちもお母さんも先生もみんなで涙を流したそうです。そしてその翌日には、学校の先生が全校生徒にいじめはいけないという手紙を配ってくださいました。今では息子さんも元気に学校に行っています。お母さんの愛情の勝利ですね。そしてお母さんたちみんなでこの CD を配って、一人でも多くの人に聞いてもらおうとこの運動に協力してくださっています。あちらこちらからおかげさまでいじめから救われたという嬉しい声が届いています。本当に皆様の愛に感謝いたします。本当にありがとうございました。